始まってんの、あ、嘘やろ、でも始まってんのかいな、言えよお前、始まってるんやったら始まってるって。いや今言いましたじゃないの、お前もっと早いよ、3、2、1とか言えやお前。でなんなん急にこんなとこ連れてきて。すごい見てもらう、もう桜がとても綺麗なところに海兄は連れてこられたよ。なんなんこれ、ここで何かをするってこと。うん、 V1 グランプリモズハヤが参加するの。モズハヤっていうか、まあハエニーやな、バーチャル YouTuber やからな。うん、なるほど。 V1 グランプリって言ったのな、バーチャル YouTuber たちがこぞって動画を出して、 Y のなんやかんやイエーみたいなやるやつやな。うん、それにモズとハエニーが参加するっていうことやな。ええやないか、お前なぞらせろやな、なぞった方が分かりやすいやろお前、もう一回ちゃんと説明した方がええやないか。うん、わ、分かった、絵を描くのな今回な。で何のテーマは、春お前、うわ、テーマが春やからってこんな桜のいっぱい咲いたとこ連れてきたでしょあなたも。なんなんその寄せていくスタイル、わかりやすー、寄せていくスタイルわかりやすー。うん、まあまあまあ、それで変えたらええな。わかった、じゃあ春がテーマで、今からハエネがなんかこうイラストを変えたらいいのね。いや別にハエネイラストとか今まで動画で何もやったことないで、配信でもハエネが絵を描いて発表するとかやったことないのに、なんで急にそんなん書かされることになった。なんのノリな、そういうノリでやれってそういうことな。あー、何書こうかな。だいたい桜っていうとこ卒業のシーズンとか思い出すから、その辺からやってった方がいいかな。卒業な、はいね、あのな、高校卒業の時にな、あの付き合ってた彼女がおってんけどな、あれやね、あの第2ボタンのあげを持ってんけどな、年下のこと付き合ってんけどな、卒業式の時に第2ボタンをあげようと思ったらな、あのその卒業式つけくれへんかったんやな。だからその、ね、第2ボタンわざわざその子の家まで行って入って渡して付き合ってた子に年下の、別にいらんのにって言われた。お前ええねんお前、そんな話させんだよお前。だいたいこんな感じでいいんちゃう。あんまかけた、はい、かけたで、ミスで、はい、はい、どう、スプリングマン春だから、なんやねん、知らんのかお前、スプリングマン、お前超悪魔超人やないかお前、7人の悪魔超人でおなじみのスプリングマンやないか。いや、おっさん向け言うなよお前、おっさん向けとかじゃないね、中身がおっさんやからとか言うなよお前。ええやねん別にな、スプリングとスプリングマンのスプリング、春とこうスプリングをかけて、まあ、説明さすなよお前、人がボケてんのに。なんやねんお前、お前ウルフマンじゃなくてよかったなお前、お前がウルフマンやったらお前デビルトムボーイ食らしてお前バランバランにすっからなお前この野郎。え、なんやねん、まあ、別のお題な、わかったもう、わぁ、わかったわ、じゃあ別のお題書くわ、なんやねん。で、次のお題は、うん、花より団子より丸々、もうちょっと大喜利なってるやんか、な、大喜利みたいにすなよお前、お絵描きさせよ普通に。花より団子より丸々な、わかった。何にしようかな、難しいとこやな。花より団子より丸々、よし、かけたで、うん、めっちゃいい感じ、花より団子より丸々な、はい、じゃあ行きます。見てください、花より団子よりラーメン、だ、おっさん言うな、まあ、おっさん、おっさん向けにやっとんねん、もうこっちは逆に。おっさんが喜んだそれでええ思ってやってんねん、お前。ラーメンだけ描いたって、お前、絵が下手やからラーメンみたいに見えへんからラーメンマンも一緒に描いたんやろ。わかるやろ、お前。何、ラーメン端っこに描いてラーメンマン先に描いたとか言わんでええねん、お前。
俺そりゃそうやろ、お前ラーメンマンズだと中から書き始めたわ。中の横のゴマじゃないのよ、それはゴマじゃなくて、それはウォーズマンにベアクロで刺されたあれや、爪の跡や、そこから血がガラーって出んのよ、お前。やる、なんかこう古傷が傷んだらそこから血が出んねん、ブワーって。それがラーメンマンとウォーズマンの戦った証やないか、お前。そう、お前そんなことも知らんとよくやってんな、お前。この世界でバーチャル YouTuber やったらそれぐらい知ってて当然やからな。お前は全然バーチャル